こんにちは、マスミです。本日はラングチェインの概要と使い方を紹介します。この動画を見ることでチャット GPT などの生成系 AI をより便利に活用することができるでしょう。この他にも様々なチャット GPT 関連の動画を発信しているため、もしもご興味のある方は概要欄に貼ってある再生リストをご覧ください。それでは本題に入ります。ラングチェインとはチャット GPT などの言語系モデルの機能拡張を効率的に実装するためのライブラリーです。現時点では Python と TypeScript によるライブラリーが公開されています。また Python はラングチェインの全ての機能が実装可能なのですが、 TypeScript は一部の機能しか実装できないため Python を用いて実装することをお勧めします。ラングチェーンを用いると、今までチャット GPT が苦手としていた次のような問題に対してより良い回答をできます。 1. 最新情報に対応していない。 2. 長文を入力できない。 3. 複雑な計算問題に回答できない。例えばとても長い PDF の文章に関する回答が欲しいときにラングチェーンを使うと簡単に実装できます。ここで一部の方は気づいたかもしれませんが、このような機能はラングチェーンを使わなくても実装することができます。しかしラングチェーンの中でこのような機能がパッケージ化されているため、今まで書いていたような長いコードではなく非常に短いコードで実装できます。次に具体的に現時点でラングチェーンの実装している機能は大きく分けて6つあります。1つ目はモデルズです。モデルズとは OpenAI をはじめとした様々な言語モデル、チャットモデル、エンベディングモデルを切り替えたり組み合わせたりすることができる機能です。本来であれば各ライブラリーをしっかりと理解しそれぞれの技法でコーディングする必要がありますが、ラングチェーンではすでに複数のモデルが統合されているためかなり手間を省けます。2つ目の機能はプロンプトです。プロンプトとはプロンプトの管理、最適化、シリアル化などをすることができる機能です。もちろんこのライブラリを使わずともオリジナルでスクリプトを書くこともできますが、ラングチェーンはパッケージ化されており実装コストを抑えることができます。またチームで開発しているときに統一された技法でコーディングができるという点でも便利です。具体的にはプロンプトのテンプレート化やフューショットラーニングなどの機能をパッケージ化してくれています。3つ目の機能はインデクセズです。インデクセズとは PDF や CSV などの外部データを用いて回答を生成する機能です。例えばローカルにある機密性の高い PDF を用いてチャットボットを作りたい時などに便利です。もちろんそういったサービスはすでにありますが、機密情報を OpenAI 以外のサーバーに送信したくない時もあると思います。そうした時にラングチェーンを用いれば自社システム上に自分で効率的に実装できます。4つ目の機能はチェインズです。チェインズは複数のプロンプト入力を実行する機能です。複雑な回答を得たいときに A というプロンプトを実行した後にその出力に応じて B というプロンプトを実行したいというときがあると思います。例えば複雑な問題を解きたいときに中間的な回答を一度出力することでより正確な回答を得たいときなどに有用です。ちなみにこのように中間的な推論ステップを踏むことで性能向上を図る手法を COT プロンプティングと呼びます。またチェーンズを用いることでプロンプトの出力を組み合わせたりすることもできます。例えば A というプロンプトの出力と B というプロンプトの出力の2つの出力を組み合わせた入力を新しいプロンプトとして実行することもできます。より具体的な例を挙げると、ものすごい長い文章を要約したいときにそれらを5分割してそれぞれの塊に対して要約のプロンプトを実行し、出力された5つの要約を入力として改めて要約のプロンプトを実行することで長い文章を1つの文章に要約することができます。5つ目の機能はエージェンツです。エージェンツは言語モデルに渡されたツールを用いてモデル自体が次にどのようなアクションを取るかを決定し、実行し、観測し、完了するまで繰り返す機能です。イメージを伝えるために一つ例を説明します。例えば Google 検索をするツールと Python のコードを実行するツールを入力として次のようにプロンプトを実行したとします。私は Python のエンジニアです。2000年から2023年までの日付を入力したらその時の総理大臣の名前を出力する関数の Python コードを作ってください。そしてその関数の単体テストのデータとコードを作ってください。最後にそのテストコードを Python で実行して
結果が正しいか検証してください。もしも正しい結果が得られればその関数のスクリプトを出力してください。もしも誤っている場合はそのスクリプトの誤りを修正することを繰り返してください。このように Google 検索ツールと Python の関数を実行するツールを用いてエージェンツはプロンプトを繰り返していきます。その結果エージェンツは言語モデルが必要な情報を Google 検索ツールで収集し Python の関数を生成した後に Python のコードを実行するツールを用いて検証を行ってくれるイメージです。これはかなり便利な機能ですよね。6つ目の機能はメモリーです。メモリーとは先ほど紹介したチェーンズやエージェンツの内部における状態を保持する機能です。基本的にチャット GPT などのチャットモデルにおいてチェーンズやエージェンツを用いる場合チャット上でのやり取りの状態は保持されず静的化されているため各クエリーが独立したものとして見なされてしまいます。そこでメモリーを使うことでより過去の会話も記憶した上で回答を生成することができます。最後に簡単に Python における環境構築の方法と使い方を解説します。まず環境構築の方法としては pip インストール langchain とターミナルで実行しライブラリーをインストールします。また使用する言語モデルやツールの環境構築も行う必要があります。例えば OpenAI のモデルを用いる場合 pip インストール OpenAI とした後環境変数として次のように API キーを設定する必要があります。次に使い方としては次のように記述することができます。ここでは文章に誤字がないかという構成をするプロンプトを書いているのですが入力となるチェック対象の文章を変数化してテンプレートにしています。このようにラングチェーンを使うと短いコードで機能拡張を実装することができます。以上本日はラングチェーンの概要と使い方を紹介しました。明日からは6つの各機能のより詳細な解説動画を出していきます。またもっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録友達追加お願いします。ではまた。